やっほー。こんばんは。こんばんは。福田カルタス、お疲れ様です。帰ってきたよ。8時間乗って新幹線に。こんばんは。疲れんかん。ガラフェスありがとうございました。楽しかったです。めっちゃステージとの距離が近くて不思議な感じでした。こんばんは。なんか4列目ぐらいまで手で触れそうなぐらい近かったですね。はい。なんか改めてすごい仕事だなと、すごい職業だなと。4時間かけて20分だけ踊って4時間かけて帰ってくる、面白えよーって、面白え女。そう、でもそれが楽しくて続けてるっていうね。見に来てくれる人がいるからですよ。ありがとうございます。ヤマピ、守りたいこの笑顔。めっちゃ笑顔ですよ、ずっと。ありがとうございます。今日は暗闇、息をする心、ヘタレ立ちよう、夢力ペダルでした。ミキちゃんお疲れ、じゅっこありがとう。ミキちゃん頑張った、ありがとう。行きの新幹線は結構寝てたんですけど、帰りはずっと起きてました。行きの新幹線結構混んでたな。こんばんは。
まあ3連休だからしょうがないね、人が多いのは。まあまあ、あ、はい、モンブラン食べました、今日モンブラン食べました、イエーイ、モンブラン食べたい楽しみしてて。できました。味はまあ普通でしたけど、なんかもうちょいな細かめのマロンクリームが良かったかも。美味しかったよ、美味しかったけど、あ、モンブランたくさんありがとうございます。うん、美味しかったけどもうちょいね探し歩きたいなって感じですなんか甘くて、結構甘いのが好きな方はお好きだと思うんですけど、あの甘すくてちょっとで1個食べるのがしんどかったよみたいな感じだったので、そう、モンブラン、でも美味しかったですよ。モンブランありがとうございます。今日なんか五反田に着いたら高尾先生がなんかラーメンを食べたいと思いませんかみたいな話来て確かに美味しいラーメン屋さんが近くにありそうなんですよって言って、マジってなって、じゃあついていこうかなってついて行ったら美味しかったですよ。私ラーメン食べに行くことないからさ、人生で。前回最後に食べに行ったラーメンが去年の8月に高尾先生と横浜のラーメンを食べに行ったやつ、あれは高尾ちゃんが連れてってくれたんですよ。そう、私はそれについて行って、なんかね、そう、それ以来でした、1年越しに。マジラーメン食べる文化がなさすぎて。美味しかったですよ。だけどもうニンニクがニンニクがやばい。なんかあれ、ニンニクマシマシとかにしたらどうなるんだろう。なかなか 3,4 時間ぐらいずっと自分のニンニクを感じてましたね、歯磨きしても。今はないけども、新体験でした。なんかラーメン屋さんって怖いイメージがあって、店内でラーメンの写真撮ったり、なんかストーリーとか撮ったら怒られるんかなとか思いよったけど、今日怒られなくてよかったです。家系っていうのが私よくわかんないんだけどね、家系とは。美味しかったです。でもめっちゃ有名人のサインがいっぱいあって、なんか人気そうなとこでした。こんばんは。猫坊主頑張った、ありがとう、めっちゃ可愛い。今日はツインテール、ツインテール、ありがとう。あ、田辺先生がくれたやつ見る？
T シャツ。田辺先生さ、多分今日のために生きてたと思う。サーヤン推し？いや、サーヤン推しだけじゃなくて、多分今日のメンバーのことが好きなんだと思うよ。サーヤン推しかもしんないけど。じゃーん。すごくない？右から、私、高尾ちゃん、リコチ、響き、さきちゃん、かなうちゃん。で、私の、田辺先生がいたの。いや、田辺先生の界隈の人がやってるやつだから、なんか半分、今回のフェスの運営みたいな。私のお気に入りポイントは、この、カナウがインプレゾンビじゃないですか。カナウインプレゾンビだから、カナウちゃんだけ防波堤じゃなくてゾンビのポーズしてるっていう。カナウちゃんだけゾンビ。それがおもろいですね。大好きです、この感じ。めっちゃ可愛いよね。凝ってる。防波堤の上に立って僕は叫んだ。さきちゃん垂れ目すぎない？やばい。高尾ちゃんの目の感じわかるわ、このツインテールの。これ私こんな口？こんな口かな。かわいいよね。かわいい。似てる。うわっ、やばい。田辺先生の肝ポイント、目の下にほくろある。これは肝ポイントですね。やばい、私だけほくろあるわ。かわいい。なんかこの短期間に田辺先生のオリジナル T シャツを2個も手に入れてしまった。てかちゃんとさ、あの白の T シャツってペライやつになりがちなんですけど、ちゃんとプリントスターのちゃんとした素材のやつ、あの物販でよくあるペラペラのやつじゃなくて、ちゃんとプリントスター。サッチーとヒーちゃん、どっち？こっちがヒーちゃんで、こっちがサッチー。すごいね。インプレゾンビかなう、マジこれマジ気に入ってる。かわいい。今日これで着て出ようかと思いました。うわ、田辺先生いるし。田辺先生ありがとう。これマジでこのゾンビの、もうちょっともっとさ、ゾンビのところをさ広まってほしいよね。私田辺先生がカナウのことをインプレゾンビって呼ぶのめっちゃ好きなんですよ。おもろくて。もっとカナウいじりしてください。うまい。かわいい。この私の髪型何なんだろう。これ何？この髪型だけちょっとわからん。何だろうこれ。何がどうなったらこうなるんだろう。私の髪型。これ何ですか。これ何だろうこの髪型。福フェスボリューム1の時、あ、噴水ポニー？あ、おもろい。噴水ポニーか。あ、ああ、ああ、
ありがとうございます。そういうことね。お団子かと思ってました。団子したことあるっけって思って。噴水ね。かわいい。うん、やっぱ、カナウがいいな。このカナウが最高すぎる。おもろ。マジこれ売った方がいいよ。ガラフェスのなんか通販とかないの？絶対このカナウのファンが買うと思います。かわいい。ずっと見れるよねこれ。え、これほんまにこれいいんですか。これ出演のギャラとしてもらいましたけど、これありがた。こんなんただでもらっちゃいけんわ。プロの絵をね、売ってほしいよね。ありがとうございました。マジででも本当にあのちゃんとプリントスターでやってるとこがの分厚い白 T でやってるとこがポイント高いです。 STU の生誕 T 白で作るとめっちゃペライから。この素材ありがたい。めちゃめちゃ売る気？売ってください。ひーちゃんがめっちゃ落ち込んでいる。いや、私それ落ち込んでいる理由知ってるけど、それ言っていいやつなのか分かんないから、もうノーコメントで、本人の名誉のために。よいしょ。相当落ち込んでたから全員で響きハグして帰ったもんね。やっほー。あ、みんなインスタにめっちゃ可愛い猫あかりちゃんの写真投稿したよ。見た？可愛かったでしょ？アクスタ買った方がいいよ。にゃんにゃん。チャシャチャ、猫。そうさ、アリスと不思議の国のアリスのさ、やつのさ、あの、ピンクと紫のさ、なんか、おどろおどろしい猫いるじゃないですか。あれの名前一生わかんねえ。チャシャ猫？チャシャ猫。チャシャ猫。ほんとに、今日も調べて、コピペして書いたけど。一生わからん。発音が、チャシャ猫。マジでむずいこれ、ほんとに。チャシャ猫かな。のコスプレです。
こんばんは。謎の存在だけど、すごい市民権を得てない？すごいなって感じ。パピヒコと同じぐらい言いづらそう。むずい。エプレッソレベル？ エプレッソも言いづらいよね。確かに桃しかいました。あ、本当？やったー。楽しみ。こんばんは。ホットモットでのり弁を頼むときは必ずのりから明太子にする。え、めっちゃいい。チューブの明太子持ち歩きたいな。お疲れん、ぽん。怪獣あくびしちゃった。怪獣あくびしたことある？ありがとう。みんなあるよね。実はあります。あるよ、ガオ。 いつも怪獣あくび？なんだ。映った？ガラフェス盛り上がった。ねえ、あちきもそう思うでやんす。
瀬戸内の浜辺で貝を10個集めてもいわゆる貝遊び、貝なんか平安時代ね、そんな遊びあったね。こんばんは。コウモリ貝合わせとかねんこ、今日はでもね、髪の毛を持って帰ってきたんだから可愛いって言えよ。髪の毛をちゃんと東京からこう持って帰ってきたんだからさ、もっとさ、なんか褒めたたえてや、もっと湧き立て。ダメダメ、めっちゃ可愛い。ありがとう。そうだろそうだろ、埼玉のいたん、めっちゃ可愛い、わかってるね、かわいい、ありがとうございます。みけちゃんかわいい10個、 ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。かわいい。それにつけても綺麗になったね。それにつけてもおやつわかある、かわいい、かわいい。かわいいだけじゃダメですか？右から右と上もなんとか。あげ。東京じゃもうカール売ってないんだよな。マジ？東京ってカール売ってない。プププ。あー、今人生で初めて東京民より上に立てたわ。なぜなら広島にはカールが売ってるから、ドンキリ山ほど積んであるんですけど。ランキング読むか。見てくれてありがとうございました。生写真の後ろとか歴代最高に好き。マジ？かわいい。千人ありがとう。さや、
今日もありがとう。かわいいね。怪獣あくびやってみるね。怪獣あくびやってみる。じゃあできたかまた教えて。ニート、ありがとう。ぶーちゃん、14日の夜に E テレでプリンプリン物語の再放送があることだけ伝えておきます。すでに話が出てたら謝ります。出てるわけないでしょ。何その情報。おもろい。プリンプリン、プリン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 、それゆきゃ、プリンプリンプリン。なな、うどんしか。田辺先生、あかりちゃんのこと好きなん？あかりちゃんのことが好きっていうか、なんかおもろいやつが好きなんだと思う。あかりちゃんのこともめっちゃ好きだと思う。ゆうき。まだ先のことですが、福ちゃんのオンラインお話し会を楽しみにしています。僕は福ちゃん応援してます。ありがとうございます。こちらこそありがとう。お話し会よろしく。かんず、ありがとう。セブン、ありがとう。なべなべ、ありがとう。ワン、ヤマピ、ありがとう。ワン、ヤマネコ坊主、ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。1位はみけちゃん、ありがとう。あい、というわけで、私が福だーって言ったら下についていってください。ありがとう。これは下1、3度の名刺は何で決まり。香川県出身のくちゃんこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。ガース楽しかったです。つけれんこやすいめんずみです。またね。バイバーイ。インスタかわいいから見てね。もう15,600フォロワーぐらいになってます。あれから実は600人ぐらい増えて 1.6 ももうすぐだな。インスタフォローお願いします。おやすみん。あれんこやすみんでみです。ありがとう。まだあれ。明日はおはようメール。朝を苦しい。期待したって。今日も楽しかったです。またね。あ、そう見。